塩素くんラジオする。FM 小座をお聞きの皆様、こんにちは。時刻は夕方の5時を回りました。この時間は FM 小座スタッフの塩素がお送りいたします。塩素くんラジオするをお楽しみくださいませ。この番組は生き物に関する情報紹介、ニュースなどをお届けする番組となっております。毎週生き物に関するニュース紹介、その他音楽などをお届けしていく番組ですので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、放送130回目ということで、この番組では10回放送するごとに振り返りの放送を行っております。今回は121回目の放送から129回目までの放送を振り返りながらお届けしていきたいと思います。また今回からは振り返りだけでなく、新たにコーナーを作りましたので、それについてもお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp .jp までお寄せくださいませ。また FM 小座は沖縄県沖縄市で放送しておりますが、 Ustream、ツイキャスと呼ばれる2つのネット配信も行っております。どちらもインターネットで FM 小座のホームページに入っていただければご覧いただくことができます。また Ustream の方は後日 YouTube としてもアップいたしますので、今回自分の塩素くんラジオをする他 FM 小田の番組も YouTube でご覧いただくことができますので、もし興味があればそちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで始まりました塩素くんラジオをする。今回は振り返りのコーナーをやっていきたいと思います。その前に、FM 小田では先週ちょっとお休みさせていただきました。先週は、沖縄県で行われていました沖縄全島エイサー祭りが金曜日から日曜日まで3日やっていましたので、その特番として、この塩素くんラジオする先週はお休みとなりました。なので、休んだ後の放送となります。先週は皆様全島エイサー祭りの特番聞いていただけましたでしょうか。土曜日と日曜日の夕方頃からの放送を行っておりました。土曜日にはダバンプのイッサさんも交えて、月曜日に放送されていますコザでいざコザの、拡大スペシャルを行いまして、そして日曜日では、全島エイサージャックしますスペシャル、全島エイサーの特番を行いました。ご覧になった皆様、また会場に足を運んだ皆様、本当にありがとうございました。それでは、改めまして塩素くんラジオをする始まりたいと思います。それではここで一曲音楽に移りたいと思います。ではお聴きくださいませ。お送りする曲は HY でタイムカプセル。
遠足の〇〇ニュース振り返り。このコーナーでは生き物に関するニュースを取り上げ、個人的な意見と感想を勝手に述べていくコーナーとなっております。今回は130回目の放送ということで、振り返りと称しまして、121回目から129回目までにご紹介しましたニュースを、ピックアップ、その中からピックアップして3つほどまた改めてご紹介していきたいと思います。まあ、その名の通り振り返っていこうといった内容ですね。今回ピックアップするニュースは、ウミガメの孵化シーズン、沖縄こどもの国関連のニュース、そしてヒアリ、マダニについてのニュース、この3つを、今回振り返りでご紹介改めてしていきたいと思います。まず最初にウミガメの孵化から。こちらはですね、この時期、まあ、夏の時期なんですけど、ウミガメの産卵ではなく卵が帰るシーズンを迎えております。通常はもっと遅くなんですけど、だいたい8月9月頃に、孵化する予定なんですけど、今回7月の中旬あたりでウミガメの卵が孵化する現象が起こっております。これはなぜかと言いますと、まあ、気温の上昇と言いますか、いわゆる温度が高くなっていることによって、通常例年よりも早い時期に卵が孵化してきているのではないかと言われております。沖縄だけでも、こちらは、そうですね、沖縄だけでも今生まれている場所が美ら山ビーチ、豊見城市の美ら山ビーチなど、その他さまざまな場所で、名護のビーチでもそうですね、の沖縄のあらゆるビーチ、いろんなビーチのところでウミガメの卵が孵化している、そういう状況になっております。で、やはり関係者、このビーチを管理している関係者の皆様も、まあ夏なのでやっぱりイベントと被るんですね。で、夜までイベントをやることもありますので、来てくれているお客様に対して、現在ウミガメの孵化シーズン、卵が帰るシーズンとなっておりますので、どうぞ気をつけて、ビーチを歩いてください。またもしウミガメの赤ちゃんを見つけたとしても、近づかず、で明かりを消して海へ向かうのを見守っていきましょうといった、そういった注意を促しております。まあウミガメの赤ちゃん見ることなんてそうそうないので、皆さん写真を撮りたくなったり、または、車のライトを、この孵化している卵、いわゆる出てきて砂の中から出てきている赤ちゃんに対して当てれることをする方もいるんですけど、これはなぜダメなのかと言いますと、ウミガメの赤ちゃんは生まれてすぐに海に向かいます。ですが海に向かうんですけど、ライトの光、いわゆる光るものに向かって歩き出す、そういった習性もあるらしく、なのでもしライトや、懐中電灯などの光を当てますと、ウミガメがその光を海のこの月の光などによって反射している光だと勘違いして、海とはまた別方向に歩き出す可能性があるということで、なので、もしウミガメの赤ちゃんを見つけたとしても、ライトはつけずに周りを暗くして海に向かうのを静かに見守ってあげてくださいと、ビーチの管理している方々たちは注意を促しているという状況です。まあ、まあ注意を促してるんですけど、実際そういった状況、いわゆるウミガメが帰っている、卵から帰る
瞬間を目撃したら多分写真は絶対撮ると思いますよね。で、夜なのでフラッシュもつけるんですかね。まあ多分頭の中だとつけないでくださいと覚えているはずなんですけど、どうしても写真を撮ってみたい、ちょっとだけならいいかなって思う方もいらっしゃるんだと思います。また、さっきまで覚えていたんですけど、ウミガメの赤ちゃんを見つけたことによってすっかりそれが頭からなくなってしまう、忘れてしまって懐中電灯や車のランプをつけてしまうといった、そういったことも起きるみたいですね。今のところ無事に孵化してこのライトによって別方向に歩き出したり、海に向かわずに死んでしまったという記事は見つけていないので大丈夫かなと思うんですけど、まあわざわざ記事にウミガメの赤ちゃん海に行けずに死んでしまったという記事は載せないとは思うんですけど、実際のところはちょっとわからないですよね。この時期はまだウミガメの赤ちゃんは孵化しますかね。ちょっとまあその時の環境の温度によってまた変わってくるんですけど、とにかくもしかしたらまだ生まれてきていない帰っていない卵もあるかもしれないので、もし万が一海に出かけた際ウミガメの赤ちゃんを見つけたとしても近づかずに、またランプや光るものを当てないで海に返す、ウミガメの赤ちゃんが海に帰ろうとするのを黙って見守っていくようにしてください。はい、続きまして沖縄子どもの国関連のニュースを振り返りたいと思います。沖縄子どもの国は沖縄県沖縄市にある動物園と、アミューズメント施設といえばいいんですかね、まあ、子どもの科学の実験だったり、そういったいろんな子どものためになる教育にもなる施設なんですけど、そこの動物園で赤ちゃんが生まれたり、また名前が命名されたりといったニュースがここのところ多くなっています。121回目、7月の1日なんですけど、121回目の放送から129回目の放送の中でも沖縄子どもの国では、ヤマガメ、琉球ヤマガメと呼ばれる絶滅危惧種のカメの赤ちゃんが孵化したといったニュースも載っております。その他名前を募集して決定したっていうニュースも確かあったと思います。ありましたね、こちらは沖縄子どもの国で6月に生まれた屋久島猿の赤ちゃんの名前が決まったというニュースで、7月22日に決まり、名前がおちょこという名前に決まったというニュースが記事になりました。母親の名前がおたまだったことから台所に関係する名前が候補に上がったということです。この子は、7月の時点で生まれて1ヶ月なので、今で生まれて3ヶ月頃になってきてますかね。まだ1ヶ月頃までは母親のお玉から少し離れて動き回る程度だったんですけど、今の時期もしかしたら結構長い間離れ続けている可能性もありますね。もし興味がありましたら沖縄子どもの国に行ってみるといいですね。確か大人は入園料500円で入れたと思います。とてもお手軽、お安い値段で入れるので、もし子供の国行かれましたら、屋久島猿のところに行ってみるといいですね。多分大人の中に赤ちゃんが紛れ込んでると、赤ちゃんがいると思いますので、ちょっと探してみてください。はい、では3つ目のニュースなんですけど、3つ目のニュースが、ヒアリ、マダニについてのニュースです。ヒアリ、マダニ、もうここ最近結構猛威を振るっているんですけど、マダニに関してはすでに猫、犬、
経由で感染症に発症し亡くなってしまうだというケースが発生しております。でヒアリに関しては、だんだんと規模を増やしていろんな場所で繁殖を繰り広げているということなので、沖縄はまだヒアリは発見されていない、確認されていないそうなんですけど、まだ大丈夫かどうかは分かっていませんね。ヒアリについてに関してはあれから特にこの発生したこの地域で繁殖を確認したというニュースは見つけられなかったんですけど、最近はヒアリよりもマダニに対しての、警告といったニュースが多く寄せられていますね。新聞の記事だけなくてテレビのニュースにも取り上げられています。その一つの例としましては、こちらいつやりましたかね、7月の30日125回目の放送で、ご紹介しました記事にも載っております。これをちょっとまた改めて読み上げたいと思います。野良猫に噛まれ死亡。厚生労働省は7月の24日西日本の50代女性が昨年野良猫に噛まれた後にマダニが媒介するウイルス感染症を発症し死亡していたことが分かったと発表しました。哺乳類から感染したとみられる世界初のケースとしているそうです。はい、ということでマダニ感染症なんですけど、感染する経緯はまずマダニに直接感染する場合と野良猫、野良犬によって人間の体にくっついて感染症になってしまうというこのケースがあります。で今回哺乳類から感染したとみられる世界初のケースが起きてしまったということで、これは、どういった状況かと言いますと、屋内で飼っている猫にはリスクはないんですけど、この女性は、道端で弱っていた野良猫を動物病院に連れて行こうとした際に手を噛まれ、そこから発症して約10日後に死亡してしまったという、そういった経緯が、書かれています。マダニ、まあなんかヒアリの後に続いてすごい危険な生物って紹介されていたんですけど、実際はヒアリよりも前に危険ですよといった、そういったニュースが出ていたんですよね。どうしてもこの生き物ってなかなかニュースにはならないんですけど、どうしてもヒアリの後にマダニもちょっと問題になってきたという思う方もいるんですけど、実際はヒアリよりも前に少なくても1年前からすでにマダニの危険性はニュースとして紹介されていました。実際にマダニによって感染症になり亡くなったというケースもあるので、現在、環境省厚生労働省の方々たちはこのマダニ感染症の対策を急いでいるということです。またヒアリに関してもこれ以上拡大しないようにするにはどうすればいいかについても考えているということで、これからちょっとどうなっていくのかはわからないんですけど、まあとにかくくれぐれも、虫に刺されたり感染、手洗い、うがいをしっかりするように心がけたらいいと思います。マダニに関してはまず草むらに入るときは短パンなどで入らず、ジーンズや長ズボンなどで、まあ、草むらに肌が触れないように気をつけて入るようにテレビではおっしゃっていましたね。その他、まあ、家の中に発生してしまう可能性もあるので、自宅の清掃、身支度をきれいにしておく、清潔にしておくことがこういった感染症を防ぐ一つの手、いわゆる最低限の対策になると思われます。やはり、虫というのは汚い場所に発生しがちな生き物です。まあ例外もいますけど、大抵は家の中が散らかっているとそれだけ虫も寄ってきますので、その結果病気にもなりかねないので、どうか皆様少なくても手洗い、そして、家の清潔さを保って生活していく
ってもらいたいと思いました。これが今回振り返りでピックアップしてご紹介したいなと思った内容となっております。ウミガメの孵化シーズン、沖縄子どもの国関連のニュース、そしてヒアリマダニに関してのニュース、この3つを改めてご紹介させていただきました。では以上をもちまして、塩素くんの〇〇ニュースを終わりたいと思います。ではここで一旦 CM に移ります。塩素くんの〇〇紹介振り返り、このコーナーでは生き物を、紹介するコーナーとなっています。生き物の生態や特徴を簡単にご紹介していくコーナーで、今回は130回目の放送ということで、121回目の放送から129回までの放送の中で紹介しました生き物を振り返っていきたいと思います。121回目の放送が7月の1日に行いました。そこから129回目の9月10日までお送りいたしたんですけど、その中で紹介してきたのはクワガタムシ、クマゼミ、キングコブラ、ゴールデンレトリーバー、マンドリル、クジャク、オオアナコンダ、サソリ、カッコウのこの生き物たちについてご紹介していきました。ではまた改めまして、生き物たちを大雑把にざっくりとした感じでもう一度ご紹介していきたいと思います。まずは121回目の放送、7月1日、クワガタムシについてお話ししました。クワガタムシは、虫の中でもメジャーな生き物の一つに挙げられます。種類によって差はありますが、成虫になれば1年から数年の時期を過ごすと言われています。クワガタムシ最大の特徴といえばあの2本の角ですが、カブトムシは、角が生えているんですけど、カブトムシの角とクワガタムシのあの2つの角、実は、全く別の異なるものになります。カブトムシのあの角はいわゆる突起物になるんですけど、クワガタムシの場合あれは突起物ではなく進化の過程で巨大化した顎になります。人間の言う顎ですね、あの顎が大きくなってあの形になったというわけです。
大きくなった理由としてメスの取り合いや餌場をめぐる戦いに有利になるためと言われており、つまりは戦うために大きくなったのではないかと言われているそうです。続きまして、122回目の放送はクマゼミについてご紹介いたしました。クマゼミは、まあ、セミの仲間なんですけど、地域、分布している地域は、主に暖かい地域に生息し、西日本や九州などに生活しています。沖縄の人にとっては、このクマゼミが、セミの代表格になると思われます。ちなみに県外、関東の人ですと、セミの代表格はアブラゼミかと思われます。アブラゼミとクマゼミ、見た目はそこまで違いはないんですけど、鳴き声が違うんですね。前回も、まあ紹介したんですけど、今回またクマゼミとアブラゼミの鳴き声を比較していきたいと思います。それでは、お聞きくださいませ。まずは沖縄でメジャーなセミとなります。クマゼミの鳴き声から。こちらが、沖縄でよく聞くセミの鳴き声になります。これがクマゼミの鳴き声です。では続きまして、アブラゼミの鳴き声を流したいと思います。こちらがアブラゼミ。関東の人たちにとってはこのアブラゼミの鳴き声がメジャーだと思われます。このようにセミと言いましても、クマゼミ、アブラゼミ、ミンミンゼミなど様々なセミがいまして、その鳴き声もそれぞれ違いが出てきております。またセミの特徴の一つなんですけど、セミは虫の中だと結構な長生きのジャンルに入る虫になります。クマゼミですと長くて5年は生きると言われておりまして、これは成虫としてではなくて、幼虫として地面の中に潜っている時期も含めて5年以上生きると言われています。よくセミは1週間しか生きられない生き物というイメージがあるんですけど、実際は成虫の期間が短いだけで、幼虫の期間も含めると数年以上生きると言われまして、これは他の虫たちに比べたら非常に長生きと言われています。また成虫となったセミたちも鳥に食べられたり、または、いろんな、まあ、不慮な事故など、そういったことがいわゆる安全な状況下に置かれますと、最低1ヶ月以上もしくは2ヶ月は生きると言われています。そのように実はクマゼミを含めたセミたちは短い寿命ではなく、とても長生きな虫の中に含まれ、またその生命力も虫たちの中ではかなり高い方だということがわかります。続きまして、123回目の放送、キングコブラについてです。キングコブラはヘビの仲間になるんですけど、こちらは、約20年生きると言われています。肉食で主にヘビを主食にしています。その他にトカゲや鳥、小型の哺乳類を食べることがあります。キングコブラはヘビなんですけど、同じようにヘビを食べます。また場合によっては同じキングコブラを食べることもあるそうです。危険と言われているキングコブラですが、実は繁殖期や子育ての中でなければ比較的おとなしい性格と言われています。こちらから刺激しなければ襲うことはありません。それに加えて生息する地域は人里から離れていたり、人が少ないため他のコブラよりも噛まれるといった被害が少ないという報告が出ております。コブラと言われましてもキングコブラ以外のヘビが存在します。その中でもキングコブラは実は
被害の数が少ない猛毒、毒蛇に含まれているそうです。その他の特徴といたしましては、巣作りですね。蛇の多くは卵を産むとその場を後にしますが、中には卵を温める蛇もいます。キングコブラはその卵を温める蛇に入るんですけど、枯れ葉などで巣を作り、卵を産んだ後は孵化するまで卵を守り、孵化直前になってようやく卵から離れていく。そういった、まあ子育て、生まれるまでの子守りをしている、卵を守っている、そういった習性を持っているというわけです。では続きまして124回目の放送、こちらはゴールデンレトリーバー、犬の犬種のゴールデンレトリーバーについて、ご紹介いたしました。ゴールデンレトリーバーはもともとは猟犬、狩りをする犬のグループに入っていました。ゴールデンレトリーバーはその中でも水鳥などを取ってくる役割を担っていました。なので足の付け根あたりをよく見ると、水中にいる水鳥のところまで行けるよう泳ぐのに便利な水かきが生えています。あまり犬の手足とか見たこと、足を見たことはないかと思われるんですけど、ゴールデンレトリーバーの場合水かきがついています。もしゴールデンレトリーバーに会う機会がありましたら、ちょっと見てみるといいかもしれないですね。続きまして125回目の放送はマンドリルについてご紹介いたしました。マンドリルはアフリカ西部の熱帯雨林などに生息しております。顔は鼻筋が赤く、頬のあたりが青白いという特徴的な色合いをしている猿です。マンドリルは、名前もそうなんですけど、猿の中でも結構メジャーな部類に入るかもしれないですね。さらにマンドリルは表情がとても豊かで、顔の仕草でコミュニケーションを行っております。よく動物ですと鳴き声などでコミュニケーションを取る動物が多いんですけど、マンドリルの場合は、顔の表情、顔で表情を作ることによってコミュニケーションを行っているということです。群れを作って行動するマンドリルは一頭のオスと複数のメスと子供からなるハーレムを形成しています。主に数十頭程度の群れを作りますが、時期によっては別々の群れ同士が集まって100頭以上の大集団を作ることもあるそうです。続きまして126回目の放送はクジャクについてお話ししました。鳥類のキジの仲間に入ります。雑食性で植物から虫、動物など何でも食べますが、その中でもサソリやヘビなど毒を持った生物も食べることができ、むしろそれを好んで食べているので、人々からは疫獣、いわゆる自分たちの身を守ってくれる、そういった生き物として親しまれている生き物にもなっています。ただクジャクには実は一つ問題点がありまして、クジャク自体には問題はないんですけど、人間に対しては問題なのが繁殖力です。クジャクは繁殖力の高さもとても高く、一度の出産で約8個の卵を産卵し、またとてもたくましく適応力の高さからペットとして持ち込まれ、そのまま外来種になって数を増やしてしまうという危険性もはらんでいる鳥になります。なのでなかなか大抵まあいろんな動物がいるんですけど、環境が変わると生きられない動物は結構いるんですけど、クジャクの場合は非常にたくましく、どんな環境下でも生き延びる可能性を持っています。それほど適応力が高く、また卵もたくさん産むので、ひとたびそこに適応してしまうと、そこの生態系を壊しかねない、そういった鳥でもあるというわけです。続きまして127回目の放送、オオアナコンダについてご紹介。オオアナコンダ、まあ簡単に言えばアナコンダのことを言います。アナコンダと言われて最初に頭に思い浮かぶのがこのオオアナコンダですが、それ以外にも黄色がかった体の黄色アナコンダなど、アナコンダという名前はグループの名前で、一種類のヘビの名前ではありません。アナコンダというのはあくまでグループの名前になります。
大アナコンダは毒を持ってはいません。捕食の方法は獲物が寄ってきたら襲うという待ち伏せ型です。近づいた獲物に噛みつき、体を獲物の体に巻きつけてそのまま窒息死させ、その後に丸ごと飲み込んで食します。飲み込んだ獲物が大きいと消化に時間がかかる上、動くこともできないので数時間はその場でじっとしているとのことです。アナコンダというとやっぱし人食いのイメージがあるんですけど、まあその通りで、まあいるのは沼地とか水辺の近くなんですよね。アナコンダは水のある場所に生息しています。なので水辺に近づかなければ大丈夫なんですけど、まあ日本でいないとは思うんですけど、密輸、いわゆる勝手に持ち込まれて繁殖してしまっている可能性も今のところはないんですけど、まあとにかく危険な生き物の一つに含まれている生き物です。続きまして128回目の放送、こちらサソリについてお話ししました。主に熱帯地方など暖かい地域に多いですが、種類によっては寒い地域にも生息しており、かなり広く生息している生き物です。またサソリは、結構昔からいる生き物で、かなり大昔からいる生き物になります。毒のイメージが強いサソリですが、実際に毒を持っている種類は全体でも少なく、約1000種類いる中で20種類程度しか毒を持っていないと言われています。そして最後に129回目の放送、カッコーについてご紹介しました。カッコーはユーラシア大陸やアフリカ、日本にも5月頃やってくる渡り鳥になりますね。肉食で虫を食べますが、野生では約6年生きると言われています。カッコーの仲間のほとんどは別の鳥に卵を温めさせ、世話をさせる方法を行います。この習性のことをタクランと言います。タクランの理由としては、カッコーが体温調節が苦手のため、安定した体温を維持できる他の鳥の体温を利用している説や、カッコーの祖先がタクランをし、それを本能で覚えているから繰り返し子孫の格好たちも企んをしているのではないかと言われているんですけど、具体的なことはまだ分かっていないということです。これが121回目から129回目までにお届けした、紹介した生き物たちになります。クワガタムシ、クマゼミ、キングコブラ、ゴールデンレトリーバー、マンドリル、クジャク、大アナコンダ、サソリ、カッコーについて今回は振り返りで改めてご紹介いたしました。それではこれにて塩素くんの〇〇紹介を終わりたいと思います。ではここでまた一旦 CM に移ります。
塩素くんの生き物いろいろ。このコーナーは、10回放送ごとに定期的に行っているコーナーとなっておりまして、今回が第1回目の、コーナー1回目の紹介になります。塩素くんの生き物いろいろ。このコーナーでは生き物にまつわる専門用語、または生き物についての、仕事、生態、紹介などを簡単にご紹介していくコーナーとなっています。生き物の紹介は塩素くんの丸々紹介で行っているんですけど、今回はその生き物に携わる仕事や定義、または用語、言葉について簡単にご紹介していきたいと思っております。それでは早速コーナーに移りたいと思います。今回塩素くんの生き物いろいろご紹介するワードは愛玩動物と家畜動物、この2つについて、紹介したいと思います。紹介と言いましても説明みたいなもんですね。ではまずは愛玩動物についてお話しします。愛玩動物、簡単に言えばペットのことを指しています。ペットは愛玩動物という呼び名以外に伴侶動物、コンパニオンアニマルとも呼ばれています。伴侶とコンパニオンはどちらも連れ、もしくは仲間といった意味合いを持っています。これは単に鑑賞用、その行動や仕草を見て癒されたり和む、そういった鑑賞用だけでなく実用目的も含まれていることが関係していると思われます。愛玩動物というと、いわゆる鑑賞用、魚でいうところの見て楽しむような、そういったものがあるんですけど、近年はコンパニオンアニマルと呼ばれていることもございます。これはいわゆる物として見るのではなくて、仲間、自分たちのパートナーとして見る、そういった意味合いが含まれている、そういったところからこういった言葉が生まれたと思われます。次に家畜動物。家畜動物は肉、毛皮、労働力などを生産するために人によって飼育されている生物を言います。代表的な動物としましては牛、豚、羊などが挙げられます。ちなみに犬も人間を助ける労働力として家畜動物に含まれます。その他、蜂蜜を生成するミツバチも一応は家畜の部類に入るんですけど、法律やこの家畜動物の定義によってはこのミツバチ含まれていないこともあり、ペットとして含まれている犬と同様かなり曖昧な定義となっています。犬は家畜動物に入るんですけど、犬によっては愛玩動物も含まれています。犬は労働力としてハンターのパートナー、いわゆる、獲物を人間が銃で撃って、もしくはに犬が追いかけ回して人間の方に誘い込んだりといった、そういった狩りのパートナーとして犬は労働力として使われてきたんですけど、それ以外にも家族として、いわゆる愛玩動物として飼われている、そういった歴史もあるので、実を言うと家畜動物と愛玩動物の定義はかなり曖昧になっています。人によってはこれは家畜と呼ばれるものも、違う人からすれば自分たちの仲間、いわゆるコンパニオンアニマル、愛玩動物に入るのではないかという、そういった見方もあるというわけです。この家畜動物なんですけど、野生動物との違いは経済的に利用するため改良された点も含まれております。例を挙げるなら、子供への授乳量を超す牛乳を出す牛がそれに当てはまります。よく考えるとわかるんですけど、例えばホルスタイン、あの白黒の牛ですね、子供にあげるミルク以上のミルクを出します。これはなぜかと言いますと、
子供を育てる量の牛からそれを超える、いわゆるたくさんの牛乳を出して経済を回していくだけの量を出すために改良されているというわけです。こういった改良されている動物のことを基本家畜動物と言います。これが野生動物の違いですね。愛玩動物、家畜動物、その動物の見方はかなり異なります。ですがどちらも共通することは、その動物に見合う管理をすること、それをちゃんと最後まで責任を全うすること、これがこの愛玩動物、家畜動物を取り扱う人間たちの最低限のルールになります。愛玩動物でしたら寿命までちゃんと可愛がって、そして世話をすること。家畜動物の場合は寿命まで生きることはできないんですけど、それならそれでちゃんと苦しませずに処分できる、殺処分ができるか、そして、栄養をちゃんと与えてやれるか、そういったいわゆる家畜動物、愛玩動物とそれぞれの見方、どうすればこの生き物にとって最高の世話を飼育ができるかを判断することが大事というわけです。それでは今回の塩素くんの生き物いろいろはこの辺で終わりたいと思います。今回は第1回目ということで結構グダグダな点もあったと思うんですけど、こんな感じで生き物にまつわる専門用語、または仕事、または、活動など、そういったものを今回、定期的にご紹介していきたいと思いますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。それではこれにてエンディングに移りたいと思います。エンディングとなりました。塩素くんラジオする、今回も1時間聞いてくれて本当にありがとうございました。今週は、130回目の放送ということで振り返りを行いました。さらに新しいコーナーといたしまして、塩素くんの生き物いろいろを新しく作りました、まだまだちょっと不慣れな点といいますか、まだまだちょっとコーナーが慣れていない部分もあるかと思うんですけど、どん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 良くしていって皆様に簡単に伝えられるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後にメールアドレスのご紹介をいたします。この番組はメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお寄せくださいませ。本日も塩素くんラジオする聞いてくれてありがとうございました。それでは最後は、いつものごとくサンセットスイッシュさんのあなたの街で会いましょうを流して終わりたいと思います。今回も聞いてくれてありがとうございました。来週もこの時間、日曜日夕方5時からの放送となります。ぜひ来週もお聞きくださいませ。それではありがとうございました。